長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊ですさて長谷川豊の本気論チャンネルそろそろ登録者数1万人いきましたかねどうでしょうね今の段階でかなり迫りつつあるんですけれどもおおもう1万人とかなってくると嬉しいですよね 僕のチャンネルをこうやって楽しみにしてくださってるっていう方がいるだけで本当に励みになって嬉しいです。もしまだの方いらっしゃったらですね、ぜひ、いいねボタンですとか、シェア、登録、お願いしたいと思います。さて、今日の話はこちら。テレビ出演者のスーツ事情なんていう話をしたいというふうに思います。はい、ご覧の通り、新作でございます。はい。えっと僕のスーツ あごめんなさい先に言っときますけど今日政治的な話とか真面目な話一切しないですからね今回はたまにはこういう柔らかいネタ入れていかないといけないかなっていうそのあのこのスケベ心からしてる今回の話ですえっと僕17年半テレビやってきましたんでねえっとその裏事情を少し話そうと思うんですけれども、えー、テレビに出演してる人男性女性変わらずです基本的にテレビに出演している人の衣装に関しては全てスタイリストさんが用意してくれてます でたまにですね私服で来る芸人さんっていうのもいらっしゃるんですけれどもその時は、えっと、どういうですね、えー、メーカーの服なのかとかいうのを AD さんがちゃんと調べたりしてますで番組の最後のテロップで衣装協力とか言って出したりもしてますで、えー、曲アナウンサーに関してはそれぞれのアナウンサーに対して1人ずつのスタイリストがつきますで衣装室と着替え室っていうのがありましてその衣装室 衣装室と着替え室のところに行って今日例えばそうですね5月28日特ダネ用とか書いてあるわけですじゃあ5月28日になったら朝その衣装室に行ってラックからスーツを取ってスーツを着て5月28日の衣装を着て出演をするわけですねで特ダネの最後のテロップ欄にその衣装のスーツスーツはこのブランドなんですよみたいなスーパーが出るみたいなそういう感じになりますあのー、女性人はですね スタイリストさんの中にも結構すご腕の人がいましてですね夕方5時ですねこれは <laughs> で女性のアナウンサーに関してはすご腕のスタイリストってのがいましてね<あ>結構ブランドものの服を用意してくる人がいるんですよ。 やっぱり有名な、特にフジテレビとかだと有名な女子アナとかいるじゃないですか。その女子アナに服を着させるんでって言っていわゆる人気ブランドさんの営業さんに話をつけて安い金額で服を持ってくるっていうねそういうスタイリストさんもいてで、女子アナの女の子もその服を気に入ったらだいたい半額以下ぐらいの金額であの買ったりとかできるんですよそのスーツを。あの 僕ら男性人でもものすごくテレビに出てるアナウンサーの場合は男性人の中でも非常に有名なブランドのバーバリーとかポール・スミスとかいうスーツをちゃんと着てそのスーツしか着ないみたいなキャスターっていう中にはいましてただまあ僕の場合はですねもうすでにテレビの世界から離れていますしう と言ってもテレビの世界で見ていたイメージっていうのをあんまり崩されても困るっていうかああテレビで出てた人っていうのは僕の一つのまあアイデンティティのおそらく一つなのかなっていうふうにも思ってるんで基本僕の場合はスーツは全てオーダーメイドで作っています。オーダーーダメイドのスーツ以外は僕はは僕着ないいようにしていますすここれはこだわりですというのも体に合うスーツですよね。皆さんも あのいろんなとこ行って買ったりすると思うんですけどスーツはね横断の方がいいんですよ手の長さとか肩幅とか絶対人それぞれ違うんでそれこそ右手手と左のの長ささ違うう人っていいいも全然たたくさんいるみたいでだからねちゃんとフィットするスーツをちゃんと自分の好きな形で自分の好きなボタンをつけて自分の好きなスティッチで作った方がやっぱやる気出ますしね僕は基本的に春夏5ポーズ秋冬5ポーズ。秋冬 毎年基本的には作りますでそのスーツやジャケットを使い回ししながら中のネクタイであったりポケットチーフを入れ替えたりインナーをき切り替えたりしながら少しずつ個性出しながらっていう感じでやってますね。だいたいた5ポーーズズあるとね1シーズンシは十分持ちますで昨シーズンのもいいスーツ使っていれば作っていれば意外と持ったりするのでそのスーツを使い回したりっていうことも結構ありますね。 スーツにどれぐらいの費用をかけてるんですかというと最近に関してはだいたい1着まあ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 そうですねあのもう全部ぶっちゃけますと僕は結構悪くないスーツを着ることが多いので、えー、最低5万から高いスーツですと30から45ぐらい1着でのスーツを着たりはします。 ただそういういスーツをね、ワンポーズちゃんと用意していることによって、はい、いざっていう時に、ちゃんとそれ着ていったら、どこに出しても恥ずかしくないスーツってあるじゃないですか。あもう触った瞬間にわかるよね。あもうものすごく暑いのに風通し、こんなにいいよねみたいなのがありますよね。だからねそのあの、スーツにかけるお金は僕は惜しまないですね。その代わり時計はやらないです 時計で300万400万の時計とかしてる人いますけれど僕は大学時代にビーチボーイズっていう竹野内豊さんと反町隆さんの連続ドラマを見てその第1話で反町さんや竹野内さんが腕時計をバーって捨ててるシーンを見て大学生なのにこれかっこいいなと思って確かに時間にあんまり縛られすぎるのよくないなっていうふうな思いからですね僕は腕時計はそこから結局2 1人ぐらいから1回もしてないです。はい なので、まあ、人それぞれこだわりっていうのはあるんだろうなっていうふうにも思いますけれども、僕はポケットチーフやベルト、そしてスーツっていうのはですね、もう顔がご覧の通り残念な感じですから、もう地味なもんですから、いわゆる着るものとかに関しては、結構こだわりを持ってます。まあ、あんまり中身が大したことないので、そんないいものに見えないかもしれないんですけど、意外と金かけてるでしょ、意外と、意外と頑張ってるんですよ、長谷川。はい、ね、全然どうでもいい話だったんでしょう今日は。 まあそういう話もたまに入れますねはい。長谷川豊の本気論本音論チャンネル私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに